はい。どうも、こんにちは。よろしくお願いします。今日はですね、ちょっと <laughs>、えっと、量子コンピューター関連なんですけど、レポート販売とかメディアとか、まあ、簡単に言うとあれですね、量子コンピューター専用の、なんていうんですかね、あの、リサーチ会社シンクタンクですかね。 で、アメリカに GQI っていう会社があるんですけど、マイアミに本社があって、まあ、量子コンピューターのグローバルな、そういったハードウェアとかソフトウェアとか、あと最近だと量子センシングとか量子通信とか量子暗号まであるんで、まあ、世界全体に量子技術の情報を、まあ、一箇所に取りまとめて、まあ、レポートとかメディアとかを、まあ、情報提供とかをしてる。で、データベースを最近管理してるみたいですね。 なので、まあ、簡単に言うと、量子業界って今、産業的にちょっとずつ大きくなってるんで、まあ、コンタムテクノロジーの量子技術のマーケットと、まあ、ビジネスの動向を、まあ、データを活用して、まあ、提供するっていう会社です。で、簡単に言うと、まあ、ちょっといろいろあってですね、あの、うちの会社がそこと契約して、日本国内で、 まあ、量子コンピューター関連の、まあ、メディアや、まあ、特に今、ちょっと彼らが今、あの、注目しているというか、注力しているのが、まあ、レポート販売なので、ちょっとレポートの販売っていうのを始めてます。で、まあ、もともとは、まあ、ちょっとうちも、コンタムコンピューティングレポートっていうアメリカの、 えー、メディアがあったんです。結構老舗です。2014年ぐらいだから、うちが始めたぐらいと同じぐらいですかね。量子コンピューターの事業始めたと同じぐらいから始めてるメディアがあって、まあそこの量子コンピューターのメディアっていう、まああのー、やってたんですけどで、うちがまあちょっと数年前にそこにちょっと声かけて、まあその日本語翻訳,翻訳させてもらって、それで国内で販売をしてたんですよね。まあ結構売り上げあったんですけど、 ただちょっとうちの会社って本業がクラウドなんでちょっとメディアできないってことで一旦ちょっと諦めたんですけど結局左右とちょっとやるっていうことになってしまってやってしまってというかなってあのついでにというかまあ、そこのコンタムコンピューティングレポートがアメリカのここの GQI に買収されたのでま、あ GQI とせっかくだからまあ一緒にやろうとで GQI 自体はちょっと内側も片手間で できるようなサイズの事業じゃなくて、そのクンタムコンピューティングレポートっていう量子コンピューターのメディアだけじゃなくて、その様々なレポートの販売や、まあ投資家向けの量子技術とか、量子企業のそのデューデリジェンス向けのデータベースとか、もう世界中のデータベースを統合して運用しているっていう会社になってて、ものすごい人数もいるし、データベースもものすごい量あるんですよね。 ちょっとうちの場合はそこまでそのメディアを片手まで管理するっていうことができなくなってきちゃってやめちゃったんですけど、まあちょっとやっぱ日本企業、日本ってすごいやっぱり世界で見ても量子技術で言うと非常に重要な国っていうことで、まあその GQI さんがまあ日本にわざわざ来てもらって、まあ結局ちょっとあのうちの方でまあやるっていうことになりました。はい。 で、レポート自体を、まあメディアはですね、コンタムコンピューティングレポートっていう向こうのメディアって、実は国内でも結構運用、あのー、困ってたんですけど、まあ結局コンタムコンピューティングレポートがその GQI に買収されたんで、まあちょっと一応仕切り直しにしようかなと思ったんですけど、まあなかなか国内でちょっとやるところはなかったんですけど、まあこの度ですね、日本量子コンピューティング協会の方で、 まあちょっとこのメディアをやってくれるっていうことになったんで、もうちょっと今はその完全にお任せしてますね。ちょっと売り上げを曲げあったんですけど、もともとうちの会社がやってたんですけど、ご存知の方いる,いるかもしれないですけど、でこの YouTube でも過去の動画見ると多分コンタムビジネスマガジンっていう名前で、あのビジネスマガジン関連の動画が結構あると思うんですけど、もともとメディアやっていて。 ですけど、まあ今はその日本量子コンピューティング協会にお任せしています。で、今後メディア販売っていうかそのレポート販売もまあ日本語翻訳されたものを販売っていうことなんですけど、まあ量子エコシステムとか、あのハードウェアとか、あと量子暗号とか通信とかを関わる量子安全性だったり、センシングだったり、アルゴリズムだったり、まあいろんなレポートが まあ,あるんですよ、ね、でまあそういったものをこう全部翻訳してで年度ごとにあるんでまあ2019年ぐらいが多分レポートがあるんでまあそれを取りまとめに2023とか2024とかっていうふうにしてまあちょっとずつ年度ごとにまあ提供してるって感じかなと思いますでこれをまあ今随時中身を確認しながら日本語翻訳してまあ提供しているんですけど ま、販売は日本量子コンピューテン協会にお任せしてるんで、まあ、ちょっと今後はですね、もし仕事で、あの、非常にオフィシャルな量子コンピューター関連の市場調査ですとかをしたいっていう場合には、まあ、コンタムビジネスマガジンと、この GQI のレポート、ちょっと見た感じ、コンタムビジネスマガジンのサイトはちょっと概要欄にリンク貼っときますけど、 まあおそらくまだちょっとあの、レポートの販売サイトはまだできてないと思うんで、まあお問い合わせとかまでお問い合わせしてあげれば、まああの、レポートもあの手に入るんじゃないかなと思いますんで、もし気になるレポートがありましたら、もうちょっと企業とかの方は、まあ結構値段が高いんで、あの、数十万円とかすると思うんで、あの安いものではないですけど、まあ興味あったらぜひお声掛けください。はい。じゃあ今回は以上です。